オレクサンドル・トゥルチノフは、旧ソ連・ウクライナの政治家、企業家、ベルホーブならダ議長、ウクライナ保安庁長官、第一副首相、首相代行、大統領代行などを歴任、ドニエプロペトロフスク生まれ、ウクライナ国立、ドニエプロペトロフスク夜勤大学を卒業し、ドニエプロペトロフスク鉄工大手クリボリシスタル社に勤務した後、 ドニプロペトローシク夜勤協会を1986年に退任。ユーリア・ティモシェンコとは古い同士である。彼らはドニプロペトローシクにてビジネスを行っていた。1993年にレオニードクチマ首相より経済のアドバイザーとして招聘される。1993年12月にはウクライナ産業化、企業家同盟を共同で設立し副総裁となる。 1994年にパーベル・ラザレンコと共同でフロマダを設立。1994年1月から1998年3月まで経済改革機関の理事長を務め、また、ウクライナの科学者、アカデミー、シャドーエコノミーリサーチのトップでもあった。1998年にフロマダより議員に選出されたが、ラザレンコに金融詐欺のスキャンダルが発覚したのを、 きっかけに、1999年5月までに、ティモシェンコの全ウクライナ連合、祖国と共にブロックを離脱。2001年に、政党連合有利や、ティモシェンコブロックが設立され、2002年と2006年に、ティモシェンコブロックより、議員に再選された。2005年2月4日、文民としては、初のウクライナ保安庁長官に、就任。 2007年12月18日に第一副首相に就任。2008年には、キエフ市長選挙にティモシェンコブロックと、我がウクライナ人民自衛ブロックの公認候補として、出馬218,600票を獲得し2位となった。2009年12月2010年、ウクライナ大統領選挙において、ビクトル・ユシチェンコ大統領と、野党、 地域党党首のビクトル・ヤヌコービッチが共同で第2期ティモシェンコ政府を倒そうと連携し行動しているとして非難した。大統領選挙の結果、ティモシェンコは破れブロックは事実上崩壊。3月3日にはティモシェンコ首相の不信任案が可決され、首相代行への就任を拒否したため、第一副首相のトゥルチノフが首相代行に就任した。 1> 約一週間後の3月11日、正式な後継首相にミコラ・アザルフが選出されたため退任。ヤヌコービチが欧州連合との政治、貿易協定の調印を見送ったことで2013年11月より、ウクライナ国内は反政府運動が勃発し、2014年2月22日にベルホーブナ・ラーダはヤヌコービチの大統領会任を決議するに至った。 ヤヌコービチ側近のボロドミルル曰く議会議長が辞任したことに伴い、トゥルチノフは議会議長に選出され、また翌23日には大統領代行にも選出された。なお、ヤヌコービチ政権がロシア語も公用語と認められうる公用語法を施行していたところ、最高議会と同大統領は同23日に同法廃止を決定して、 国内ロシア語圏においてはこれに激しく反発する勢力が現れることとなった。同法の廃止が、ノボロシア人民共和国連邦が5月12日に、ウクライナからの独立を宣言する契機となっており、EU も同法の廃止については、マイノリティの権利が守られるべきであるとして懸念を示している。2007年8月、同性結婚に対し、 典型的に保守的な姿勢であるという批判について、私は同意しない。普通の見方をする人に対しては、保守的だとレッテルを貼るだろうが、ドラッグを使用したり男食を推進する人間には、進歩主義者だというのだろう。彼らはすべて堕落者だと述べた。ありがとうございます。